アマレスニュース。本日は2022年10月4日から開催されます栃木国体男子グレコローマンの注目選手をご紹介します。まずは男子 60kg 級、昨年の全日本選手権王者鈴木綾太選手が出場します。鈴木選手はこの階級のエースと呼べる存在だと思いますが、そこになんとフリースタイル 57kg 級で昨年世界選手権7位にもなっている阿部俊也選手がなんとグレコに出場します。阿部選手、全日本選手権でも準優勝している強い選手なんで、グレコでどんな戦いをするのか非常に楽しみです。そして昨年 55kg 級の世界選手権で優勝している松井健選手も出場します。さらに全日本社会人選手権63キロ級優勝の川名舞人選手、階級さらにはスタイルの垣根も超えてエースたちが大集結しているこの60キログラム級、非常に楽しみです。続いて67キログラム級全日本選手権2位の曽我部恭太郎選手、そして昨年世界選手権63キログラム級3位の清水健介選手、なんとこの強敵2人が同じブロックで決勝進出争いをすることになりました。この勢いのある2人の対決、注目です。続いて72キログラム級全日本選手権王者、そして国体を5大会連続6度目の優勝を目指す井上智弘選手、そして先日フリースタイル70キログラム級で世界王者になった成國大志選手、リオオリンピックで5位にも入賞しているベテランの井上選手とフリースタイルで世界王者、来年はグレコローマンで世界王者を目指す成國選手というこの2人の対決、しかも同じブロックで決勝進出争いをします。この対決は見逃せません。続いて77キログラム級全日本王者アジア選手権3位の桜庭光大選手が負傷によるブランクを経て復帰します。そしてフリースタイルで活躍しているけどグレコローマンで大学王者にはなっている山崎弥十郎選手、そして全日本選手権2位で国際大会でもあの矢吹翔平選手をあと一歩まで追い詰めた前田ミント選手、そして2年連続学生王者になっている草加奈緒選手、草加選手は非常に明るい感じの選手でツイッターも面白いのでぜひそちらもチェックしてください。続いて87キログラム級昨年の世界選手権82キロ級代表の向井さとき選手、他にも全日本学生選手権王者や全日本選手権でも上位に食い込んでいる強豪選手がたくさん集まっております。この階級も激戦になりそうです。続いて97キログラム級全日本選手権優勝の中里優里選手、130キログラム級は全日本選手権8連覇、国内では敵なし状態の最強園田新太選手、今回も圧倒的な強さを見せるのか非常に楽しみです。そして少年男子グレコローマンも同じ日にやりますので、そちらの注目選手もご紹介します。まず51キログラム級はアンダー17アジア選手権で銅メダルを獲得した森下大輔選手、そして55キログラム級はこちらもアンダー17世界選手権で5位に入賞した金沢琥珀選手、続いて71キログラム級はアンダー17世界選手権出場も経験している門出直樹選手、続いて92キログラム級は全国高校グレコローマン選手権優勝している地元の植木優斗選手、そして125キログラム級は全国高校選抜インターハイ全国高校グレコローマン選手権続いて今季4冠目を目指すバトバヤルナムバルダグア選手、そして少年男子フリースタイルの注目選手もご紹介します。高校選抜大会インターハイに続く高校3冠を目指す菊池雄太選手、続いて55キログラム級インターハイの決勝で試合終了目前に惜しくも逆転負けをしてしまった勝目大斗選手、高校最後の大会で優勝を目指します。続いて60キログラム級インターハイ優勝、そして高校生として初めてアンダー20世界選手権61キログラム級で見事優勝を果たした西内優斗選手、そして全国高校選抜大会ではその西内選手を破った須田拓宝選手、インターハイでは西内選手が勝っていて今季1勝1敗のこの2人、決勝戦で完全決着戦となるのか。続いて65キログラム級高校選抜大会インターハイを制した細川誠選手、インターハイでは全試合無失点フォールまたはテクニカルフォール勝ちで圧勝した強さを見せております。続いて71キログラム級全国選抜大会インターハイに続く高校3冠を目指す山口かなた選手、そしてアンダー17アジア選手権優勝の安藤慎吾選手が出場します。続いて80キログラム級全国高校選抜インターハイを制してこちらも高校3冠を目指す神谷龍之介選手、神谷選手はアンダー20世界選手権では銀メダルも獲得しています。続いて92キログラム級こちらも高校選抜大会インターハイに続く高校3冠を目指す保木元気選手、
ざっくりでしたが、注目の選手ご紹介させていただきました。ちなみに今僕が着てる T シャツ、高校生の頃に熊本県で行われた国体の記念 T シャツになります。僕の同級生の一人がなんと国体に出場しました。残念ながら私アマレス太郎は国体のもっと前の地区大会で1回戦テクニカルフォール負けということで、残念ながら出場しておりません。かわいそうだということで記念 T シャツを買ってきてくれました。まだまだご紹介してない素晴らしい選手たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さん栃木国体注目してください。ありがとうございました。